皆さん、どうもどうもよろしくお願いします。ドラゴン TK です。じゃあね、今回もエンジョンの場をやっていきましょう。注入していこう。多分これで終わりだと思うんだけど、前ね、4つ言ってたけど3つやなって思った。好きだね、ドラゴンが生き返ったことはないよなですよね。すげえ、足がかかったぞ。これで最小の社まで行けそうだな。ああ、気を引き締めていくぞ。あっちも。おうよ。うん。また傷つけんなよ。一応ね、前回終わってからいろいろね、ショップの方でも買い込んでおきました。で、行きましょう。次元上、最小の社。どうだ？いい感じちゃうか？いけたんちゃうか？ただ最初多いから。ここが最初の社か。アズモの右腕やばくないか？序の口だろう。うん、行こうか。え、何あれ、なんか、え、あれ何、なんかちょっと、え、なんか気持ち悪い敵おるよ。どうするよ。うわ、やはりマテリアルを取ってしまったのかな。あと何こいつ、ヤマタロウロチ的なそんな感じがするのは気のせいかな。敵の名前見てみたい。炎よ、敵名前出てこへん。どうしよう。ナイス、よっしゃ、ナイス、こいつパー、軽減。ナイスだな。うえい、うお、結構食らう、結構食らうわ。あれな、火の力、よっしゃ、おっ、やめて、痛い、おい、ちょっと待って、やばい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 、ちょっと待って、あー、これここ下でやって、はい、キワダンス、スタンピードフレア、勇気、ムーンサルトトリガー、ライガー、一応、あー、できへんか。ならば、一番、直接やろ。あっちも良さそうやな。こっちが良さそうやな。癒しの力、よし、ナイス、よし、行け、スタンピードフレア、寿司みに集まえ、風よ、弾いて消えろ、消えろ、ほんまにうざい、こいつ、おい、怖っ。え、ちょっと待って、あかん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 、え、どうしよう。なあ、どうするどうするやな、ほんま。え、待って、これほんま。X カッター、PP、お、537もあるってことは、結構食らうってことやん、相手な。あ、ちゃいちゃいちゃい、ちょっと待って。もう、これは、これ使っていくしかないと思う。こっちもこれを使っていく。こいつは関節やから、直接の方がな、いいわけやから。お、これでいいんじゃね。
メガフレアウェーブ。いくぞ。癒しの力。ナイス。直すよ。死にそうになってるもんな。OK。709。うわ、結構食らう。うお。やばい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 。これを使うやろ。で、こっちで敵一体に無属性の中攻撃、まあ中狙撃ね。で、ライガは X だった。じゃあ、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 ね、よし、こいつ、ね、で、何をやっていくか、するとこれでいこう。直すぜ。よっしゃ、よっしゃ、終わった。よっしゃ、終わった。ウェーイ、勝ったー。あと出されて18000。すごい経験値、経験値半端じゃね。マテリアル取ってくるんやろ。え、どこでマテリアルあんの。うん、倒したな、アツマ。ではマテリアルを取るの。ああ、マテリアルのある祭壇ってあの階段の上だよな。おそらくは。ライカさん、もしもの時は頼むぜ。うん、任せておけ。アツマ、絶対頑張るんだよ。そんなしけた顔すんなって。うん、しけた顔すんなって。じゃあライカさん、行こうか。ああ、よかったよかった。え、マテリアルとは？はて、マテリアルとは？こいつが最初か。うん、これが京都シティのデビルゴーレム、最初だ。ところで、最初がほのかに光っているような気がするんだけど。おそらくは復活しかけているためだろう。え？なるほど。で、コアマテリアルはと。何か祭壇にはまってる。うん、おそらくそうだろう。なんだ、これを取るだけだったら楽勝だよ。いや、なんかやばい、ちょっと嫌な予感がする。右腕が最小に触れないように気をつけてればいいだけだろ。今のところ共鳴も。そばから来やがった。あつま、あっ、あっ、こら、ちょっと、やばい、カモン。うわっと、うわっと、うわっと。あー、アツマ大丈夫か。我が導きに従い進め。電話で来るんじゃね。あれ、うざいよな。誰が進むか。なんでここでお前が出てくんだよ。主は腹を愛しに従えばいい。我が道に従い共に言おう。うるせえ。主からもたらされる目覚めを増やせよ。死により最初三条をつかまつりました。最初、こいつは最初なんて。最初がお前ら一体。どうな。いや、飛ぶて。いや、あかん、それじゃあかん。意志はあなた様と共にありまする。どういうこと。誰が進むか。
像できたか現実に。アツマ、あれやられた。ざま見ろってんだ。マテリアル取ってやったぜ。アツマよくやったな。なんか途中で意識が飛んでさ。変なもんとか見えたりしたんだけど。正直何度か切ろうと思ったぞ。何度か切ろうと思ったか。でも、まあ、結果オーライってやつ。おもろとかあの時ブレッジどうなってるの。ヒュドラコアで入れた。EP プラス20で入れた。あ、EP?はあ、ちょっとキャラクターアイテムスキルでちょっと習得していきましょう。サポートでね EP プラス20パー。あ、え ?9万4000、え ?9万9000 だ。99999になってなかった今。え気のせい。そや成長してなかった忘れとったわ完全に。え、これで戻るだけ?え、なんもないやと。え、なんかあるやな。絶対なんかあるよな。大丈夫なのかな?あれ?あ、おらんて。え、あれ?あれ?おらんて。あれおらんけど、えこの下行ったらおるとかそういうパターンかな。あ、いたいた、矢先に矢先に戦闘会いたと言った矢先に戦闘会。あ、行ってきたけ助かったわ。それあいつか、頑張れって言ってないのよ、ほんまにびっくりすんだよ、ほら、50やろびっくりしたね、こんだけでかいのにさ。もうちょっと持ってくれてもいいんちゃうの。持ってきたで。やあ、戻ったぜ。おお、なんで生きてやがったのか。ああ、ジュッチハック死ぬだろうなと思って見送ったもんで、正直驚いてんだよ俺。あんたなほんまやな。運よく助かったんだからよかったじゃねえか。運よくで。それでアツマは秘術を習得できたのですか。ああ多分な。多分多分ってずいぶんいい加減ね。確かに見た目何にも変わってないし、妻辛い思いしたけど何にも意味なかったんじゃ。そんなバカな。バカな。何度いや分かるんだ。常識にとらわれるのですな。おうよ。そうそう、大概察しがいいね。秘術ってのはな、人の心の中のもんだ。外見で分かるもんかっつんだよ。ああそういうことね。本当に本当に、まあ、たぐりぼけんだよタコタコ。もう分かりやすくしねえと納得しねえんだな。ほらこれでどうだ。何アツマの右腕の新たな力が覚醒した。え EX フォースペインを手に習得した。えおおひょっとして新しいスキルが使えるようになったってことか。なあ、性を応用することで使えるスキルだ。
ありがたく使うんだな。よかったな、アツマ。ああ、ありがとう。ライガさんのおかげだよ。あんま調子には乗んなよ。性の習得は始まりに過ぎねえんだからね。おごり、自分を律する心を忘れたら、たちまちガブリって、おめえの心は食われちまう。ただまあ、必死に頑張ってりゃ、いつかは生と対になる術、ハツも使うことができるかもな。ハツ？うん。ハツってのは、生で律した力を解き放す秘術だ。いや、そうなんや。言ってみや、双子の術だな。なるほどね、そんな術なんだね。なんか、分かったような、分かんないような話だな。話だけど。今はそれでいい。じゃあ、用も済んだことだし。おめえら、ケーレ。なんかこう、修行を終えた俺に、ねぎらいとかは、ないわけ？ねえよ。うん。そうだ。あんた、おめえだけ、ちょっと来い。はい。なんでしょう。いいから来い。なに？ところで話は変わるが、さやかはよ、立派に育ってるか？なぜそのようなこと？いいから答えろよ。修行者もしかしてさやかに好意をしてるんだよ。そうですね。立派な侍に育っています。時宗とはうまくやってんのか？いえ、それは。やっぱな。あいつ、無茶してねえか。あの子は融通の効かねえところがあるからな。たく、人の言葉は真に受けすぎるんだ。面倒かもしんねえが、あいつのことをよろしく頼むぞ。あなたは一体。最後にもう一つ聞いていいか。あいつは、いい女に育ってるか。はい。そうか、そうだよな。ああ、よし、絶対下心あるやろ。修験者さん、なんだって？いえ、大したことでは、ただの世間話です。そんなことよりさ、さっさと麓に降りようよ。もうすぐ日も暮れそうだしさ。そうだな、よし、行こう。うん、行こう。これでどうなの？これでまた降りたとこからやったら面白いんやけど。あ、やっぱ、あ、なんか、ブヒ。うわ、時宗か。ほのかちゃん、わしの背中を描いてくれるかの？はい、時宗様。ポリ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 。ほのかちゃん、もっと上じゃ、上。もうちょっと上を描くのじゃ。首筋のちょっと下あたりじゃ。ここでございますか？そうじゃそうじゃ、そこを描くのじゃ。ではポリ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 。よいぞよいぞ、いい気持ちじゃ。時にもするこいつ。なんじゃおぼろ、わしは今ものすごく忙しいのじゃろ。どこがどこがやら。お楽しみのところ申し訳ありません。急ぎお耳に入れたいこと。ああ、なんじゃ。さやかが集馬たちを修験場へと入ることを許してしまったようです。なんじゃと。なんか手が震えてるよ。これは時宗様に対する許されざる造反かと存じます。おのれさやか、わしが慈悲の心で謹慎だけに済ませていたのをいいことに。なんやこの白たぬき。なんという裏切りじゃ。ちょっと笑わないでねえから、ドキムネさ。よろしん。豚が。豚が。おぼろ、ちょっと言う。かんこれ。ん？おぼろ、何か申したか？いえ。何も。何も。豚だ。そうか。まあ、良い。そうか、まあ、良い。こいつもアホやな。おぼろよ。手段は問わぬ。奴らをギャフンと言わせるのじゃ。ギャフン？良いな。は、
時宗様の仰せのままに。ギャフンってか、でもほんまにそれだけ言わせるだけやってる人な、そんな気がしてならん。まあ覚えられたらまあ分かってるやろうけどな、まあどんなことをすればいいのかな。待機するかな、オフのところ。さーて、ようやく麓に降りてきたぞ。すっかり暗くなっちゃって。なにこれ、里が燃えてる。ちょっとこれどういうことよ。あれは何、どうした女性様、これは一体貴様か。一体何があったのです。おぼろの奴がいきなり現れ、里を。女性大丈夫か。なぜ。お主らを修験場に通したとかだそうだ。まったく余計なことを。バカな、そのようなことで里を襲うなど。そのバカを押し通すのが悲しいかな。今の時宗様なのじゃ。あ、大丈夫か。皆さんしっかり。わしのことはいい、死にはせん。それよりさやかのことを頼む。主に頼むのは尺だがな。承知しました。ああ、承知されたよ。じゃあ今回はこれぐらいで終わりましょう。では次の動画で会いましょう。ご視聴ありがとうございました。もしければね、チャンネル登録のところを3回ポチって登録お願いいたします。 Twitter の方も同じでね、3回ポチってフォローお願いいたします。僕はね、 YouTube 上でゲームタイトル五条縛りというものをね、主にやっております。詳細はね、概要欄のところにパート1を集めた再生リストの URL と Twitter の URL とともに書いてありますので見てください。ではさらば。